こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。テンバーアカデミーで、オーストラリアアマゾンで稼ぐために、どんなふうなサポートをしていくか、どういうステップでサポートするのか、それについて今日はお話しします。まず、入会後すぐやることは、ペイオニアアカウント解説と。これ、ペイオニアアカウントというのはですね、アマゾンで売り上げを受け取るのに、 アメリカの銀行口座が必要になりますでそのアメリカの銀行口座ね、日本にいるとなかなか作りにくいんで、このペオニアというサービスを作ると。で、オーストラリアアマゾンが始まると、まあ、おそらくこのペオニアでオーストラリアの銀行口座を用意するという可能性が高いんでですね、まずはこのペオニアのアカウントを開設します。 でこれ解説後ですね、数日から1週間ぐらいでアメリカの銀行口座が用意されるという形です。でその間にねヤフオクのアカウントを解説します。これは手持ちの不用品を売るためと仕入れのためにヤフオクがあると、ね、便利なんでヤフオクのアカウントを解説します。それから3番目に日本アマゾンのアカウントの解説。これはやはり不用品を販売するためとそれとアマゾンの まあ画面操作、ねえー、物を売る時の操作を覚えるのに、いきなり英語で、えー、アメリカの画面をいじるよりですね、えー、日本語で、えー、いじれる、日本アマゾンのアカウントをいじった方が、まあ、とっつきやすいんでですね、えー、日本アマゾンのアカウントでまずは、えー、出品の練習をすると。で そうこうしてるうちに、ペイオニアの口座が用意できるんで、アメリカアマゾンアカウントを開設します、ね。ペイオニアアカウント開設作成後、アメリカのアマゾンアカウントを開設します。でその次は、ヤフオクでディスプレイなどを購入と。こういうね、ヤフオクで不用品を売るときに、いきなりまっさらの新規アカウントで出品してもね、えー、誰もあんま怖くて買ってくれないんで、まずは購入して、えー、評価を10ぐらい作ると。 で、評価が10もあればね、まあ、少なくとも、えー、慌て者の方は、えー、この人1個も売ってないというのを見ずに買う場合もありますし、まあ、最低限ね、えー、ヤフオクの取引をどういうふうにするか、それはわかっている人だろうなという前提のもとにね、えー、入札されるんで、このまっさらと評価が10あるだとね、全然、えー 売れ方というか、売れる値段が違うんで、まずは10評価をも,もらうためにね、えー、10個なんか買います。ね、安いものいろいろあって、必需品を買ったりね、まあ普段、えー、店舗で買うものをヤフオクで買ってみたりすれば10ぐらいの評価はすぐ、えー、作れるんで、まあこの形で、まずヤフオクで何かね、えー、ちょっと欲しいものとか必需品なんかを買うと。で、評価作り。で、次に、日本アマゾンのアカウントで不要品を販売。ね、えー、これは、 えー、不要品を販売して、えー、種線を作ると。プラス、種線作りよりも大きいのは、まず操作になれるということですね。でそれから、えー、アメリカアマゾンアカウントの出品と。ね、で、FBA の納品練習。これはオーストラリアアマゾンが始まった時に、もうスムーズに、えー、商品を納品すると。ね、えー、商品は簡単に見つかるんですけど、納品とかでまごついちゃうともったいないんでね、まずはそのアマゾンの、えー、出品とか納品の方法に慣れておくと。 でそのための練習です。まあ、練習なんですけど、良い商品が見つかった場合には、まあ本当に納品すると。でこれをなぜ今練習とするかというとですね、えー、もう間もなくホリデーシーズン入りの納品が始まってるんで、a z o n のその、えー、納品にかかる時間が多くなります。また、受け取りミスも増えます。ねえー、10個送ったのにね、えー、5個しか、えー、納品されないことになってるとか、まあ、10個がいつまでも、ねえー、納品されないとかいうことが起こります。 それと、まあ、売れた後の、えー、梱包と発送もかなり雑になります。だからね、えー、初心者のうちに、その、梱包発送のせいでね、えー、悪い評価をもらっちゃうと、そのアカウントが復活しにくいと。それから、えー、ホリデーシーズンというね一、一年で一番忙しい時期に納品して、受け取りミスとか受け取りが遅い、遅いっていうのはね、まあ、これから稼ごうと思ってたお金をかけて納品したものが、 えー、なくなっちゃったとか、なかなか納品されないっていうのはね、まあ、精神的にストレスかかってあんまりよろしくないんで、アメリカアマゾン取り組むのはもうこのタイミングだとね、ホリディーシーズン明けの方が、まあ、スムーズでいいかなという、えー、気がするんでですね、まあ、基本的には練習と、ね。で、別に多少のお金損しても実践でやりたいという方、あるいは良い商品が見つかった場合には、えー、本納品という形でやります。で、それから、 アメリカアマゾンで、えー、カタログの作成練習と。これも a m、えー、アマゾンのための練習です。は、え、じ、ー、めはね、えー、カタログほとんどありません。オーストラリアアマゾンに。それをね、えー、日本なりアメリカからカタログを引っ張ってきて作る練習。それからね、えー、この商品は1個で売ると儲かんないけど、3個セットとか5個セットだと売れるねという場合はね、その3個セットとか5個セットのカタログを作ると。 ね、そして出品すれば儲かるっていう商品がね、例えば、ダイソーあたりの商品だといっぱいありますんで、その練習をします。で、オーストラリアアマゾンで販売する商品のリストアップ。ね、オーストラリアアマゾンで販売する商品をリストアップしておきます。これ始まったらすぐに納品できるように、まあ、この商品どうでしょうというのを相談していただいてね、あその商品いいですねとかあ、その商品はこれこれこういう理由があるから、えー、見送った方がいいとかいう形で、えー、サポートします。 で、いよいよ、オーストラリアアマゾンの、えー、アカウント、ね、こういう人が販売できますという条件が分かったら、それに合わせた、えー、準備をしてアカウントを作成して、え、オーストラリアアマゾンに参加するという形になります。まあ、スムーズにいけばね、この10、9までのステップは、えー、1ヶ月もかからず完了します。そうすればね、あとはもうオーストラリアアマゾン始まるのを待つだけと、まあ、手ぐすね引いて待って、えー、参加すると。 いう形になりますでこの10ステップは、えー、サポートする方法はねチャットワークどの形でも、えー、わかんない部分があればもうチャットワークで、えー、気楽に質問してくださいそれによってあそれはそうやりますとかねあじゃあそれはどういう画面が出てるのか画面キャプチャーをくださいとかいう形で回数無制限で1、えー、日何回もやり取りして、えー、サポートすることが可能ですこれで大体は解決しますそれからスカイプサポートこれはね えー、まず何から取り組むかとかね、まあ、何からっていうか、どこに力を入れて取り組むかとか、まあ、どこで仕入れをするかとか、えー、戦略づくりとか、仕入れのサポートとか、そういうのをね、スカイプでサポートしてます。これ予約していただいて、月2回、えー、1回45分でサポートしますで。これはメールとか電話でもサポート可能ですね。ね チャットワークとかスカイプのやり方わかんないといったときにね、えー、それじゃサポートできないっていうんだと役に立たないんで、まずはメールとか電話でもサポートして、えー、チャットワークとかスカイプの設定もしますし、相談そのものをメールとか電話でしていただいても構いません。で、サポート内容にジャンルの制限はなくてね、えー、ここに書いた以外に、 まあ実は、えー、もう既に販売している商品があってね、えー、それを ebay で売りたいとか、独自ショップを作りたいとか、そういうのがあった場合はそういうサポートもします。ね、追加料金はかかりません。そんな形でサポートを進めてきますんで、えー、初心者の方でも無理なく稼げるようになります。